はあ罵ってほしい何言ってんのそんなのが好きなのバカなのだったらもっと頼み方あるよねちゃんとお願いしろって言ってんのそんなこともわからないの土下座 <laughs> 情けない格好でも違う間違ってる その程度で素直にやるとでも思った発想が貧弱まだわからない金だよ金ちゃんとそれに見合った対価を払えって言ってんのこっちは好きでやってるんじゃないのお前は自分の好きなことをしてもらおうっていうのにこっちには何もよこさないって割に合わないでしょわざわざお前のお願い聞かなきゃいけないっていうのにただ 絶対嫌だね。ほら、有りが全部出せ。はあ、たったこれだけ。想像力だけじゃなく財布まで貧相可哀かわいそうに。ほんとかわいそう。ああれ。仕方ないからこの分だけはちゃんとののしってあげるよ。なんて言ってほしいへえ。キモその上、本物のバーカ これだけしか払えな身の程はあきまえだろそういうとこだよだからキモいんだよ自意識過剰そのくせ大したことはできない誰にでもそうなんじゃない自分が無価値だってこと自覚したらそんなだから誰にもちゃんと相手してもらえないんだよ一生お金払って相手してもらってないよそれがお似合いだよお前はその程度の人間分かった返事しろよクズ 分かったら返事するくらい常識じゃないそんなことも分からないとかあきれて何も言えないわまだ返事しないのいつまでも待ってるほどお人よしじゃないんだけど分かる自分の立場分かってる返事しろって言ってんだよ丸まってピクピクしてさダンゴムシかプルプル震えてるだけじゃダメだろうなあはい わかりました。自分はどうしようもないクズですって言うんだよできるでしょできるよな、はあ、もういい飽きた帰るわ <laughs> 一生そうしてろ二度と視界に入ってくるなこんな感じあそっかそっかよかったまたやるもうやんないのえー、やらないの ほら、園児はなんちゃって…うーん、ちょっと楽しかったのになぁ…